YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。保健福祉部の中央マーズ管理対策本部は、マーズで死亡した葬儀費用として死亡者1人当たり1000万ウォンを今月29日から遺族に支援することに決めたと26日明らかにした。ただ、葬儀費用支援は遺族が死体処理指針などにより火葬した場合に限定されるが、今のところ死体処理指針に従わなかった事例はないということが対策本部の説明だ。また、マーズ電波を防止するための火葬費用1人当たり100万から300万ウォン水準を国家が負担する。葬儀費用を支援してもらおうとする遺族代表は29日から死亡者住所地の市郡区長や住民センターで葬儀費を申し込めばよく、該当地方自治体が事実確認後遺族に葬儀費を支給することになる。該当市交陸でも確認された遺族たちに葬儀費支給申請を案内する予定だ。韓国ユーザーの反応。1000万ウォンなんていらないから助けてください。そこには国を訴えないという口止め料のお金も含まれており、1000万ウォン10億ぐらいは支払わないといけないんじゃない？また税金を無駄遣いするのか。